さあ1対1、家長おーキーパーです。もう一回セカンドボールはレアンドロ・ダミアン打てませんでした。あっと天野純ヘディングシュート、おー決まった。追いつきました、エクアドル。大木原、中に入った、左足で入れましたが拾って、左足のシュート、見事に突き刺しました。改めて最終的にはビジャー、イニエスタ、そしてゴールのところ古橋の際これ決定ですね。はい、運びながらしっかりね、試合結果っていうのが変わっていたとは思うんですけれども、まあ、ここディフェンスとの駆け引きで裏のところ抜けて、まあ、クエンカ、この辺り落ち着いている。そ